こんにちは、ライムです。はい、ということで今回は昨日バクフェスで究極審議が実装されて、まあね、皆さん見ていただいたと思うんですけど、あんな感じのガチャ結果でしたねこれ以上は何も言うまい。ということで今回はそのね、新たにゲットした究極審議、こちらを使って、で最初の使ってみた動画なんで比較してみようかなと。あの解説動画等でもね、散々言っていたことですが、結局その究極審議と D 角を併用したパターン、それからシンクロと D 角を併用したパターン、どっちの方が強いのというところで、まあ解説動画のね、予測では敵が硬ければ硬いほど究極審議の方が強さ火力が出るんじゃないかというところで、敵が格下になれば格下になるほど、まあ別に究極審議じゃなくてもね、シンクロ D 角とかの方がまあいい場面もあるんじゃないかみたいなところなんですよ。っていうところで、まあ結局最終的にまあ突き詰めると使い分けでよくねってなっちゃうんだけど、まあ一応ね、ダメージ感として究極審議どれぐらい出せるのかなみたいなところでチェックしようかなと思ってます。で今回そのどうしようかなと思って、その敵仮想敵どうしようかなと思ったんだけど、バハムート霊式とかでやっちゃうと多分ね、その比較動画でやりたいんですよ。要は画面2つ並べてやるつもりなんですけど、その霊式戦だと行動パターン多分ね、一緒にするのに、全く同じにするのに時間かかりそうだなと思って今回はとりあえず銀竜で、そのバハムート霊式の1個下の難易度のラビリンスダンジョン、難易度650の銀竜、これ結構わかりやすいなと思って、でやり方はもちろんそのやっぱりある程度硬くないといけないので、フェーズ3でエレメンタルバリアあるじゃないですか、防御魔防精神バフで、あれをあえて解除しない、エレメンタルバリアの上から超カチカチタイムの上からどれぐらいの火力が出るか、これは結構有意義だと思うんですよね。中にはもちろん当然防御魔防精神デバフの対策ができないって人も当然いると思うんで、そういった中でもうもはや、まあ、結果から言うと、もはやもう別に防御魔防精神デバフとか関係ない世界になっちゃったねっていうのを感じ取れるかなと思います。はい、っていうところだね。はい、やっていこう。で一応紹介だね、基本的な構成で立ち回りはもうほぼ一緒にしました。ほぼ一緒、ちょっと一手ずれてるとこあるけど、まあ、そこはご愛嬌っていうことなんだけど、であとその今回メインはね、スノーの究極審議とシンクロのこのパターンでやっていこうかなと思うんですけど、そうだね、左がスノーのシンクロと D 角併用したパターンで、右の画面が究極審議と D 角を併用したパターンっていう感じでやっていこうとは思ってます。で改めてちょっとおさらいしようかなと思うんだけど、究極審議でできることね、スノーがね、究極審議でできることは、まず氷属性まとい極化、これ効果量 20% アップっていうことで、通常の属性まといのバフ、まあ基本的に 1.5 倍で、アビリティ打った時に 1.7 倍とかね、 1.9 倍とか属性まといの段階に応じて上がっていくわけですよね。でそれにプラス 20% 加算されるということ。だから氷属性アビリティ2回使用するに、言えてない全然言えてない、進撃スノーが発動すると、これが最大 HP 割合中ダメージ自身を敵単体で4回連続のクリ100物理攻撃、一定時間自身の氷属性攻撃力1段階アップ、待機時間一旦短縮するという効果が発動するわけです。プラスですね、技、まあここら辺は一緒です、他のキャラとね、対象の英雄戦アビリティ極化、威力アップ、使用回数消費なし、氷属性アビリティ周知にもう一回放つということ、それから英雄戦アビリティ極化の内容がこちら、敵単体に6回連続の氷属性物理攻撃、自身ダメージ軽減バリア、3回使用すると威力が上がる&限界突破レベル1アップということ、極化すると軽減バリアの有無に関わらず、6回攻撃になるというところが、まあ、ポイント。で、あと3回目以降だね、3回目以降に関しては火力が上がってさらに限界突破レベルもアップするよっていうことがポイントになってくると思うんで、その辺も皆さんね、自分の心の中で回数数えながら、まあ、見ていただけると分かりやすいんじゃないかなと思います。はい、で D 角の内容についてはですね、まあ、ここら辺クリ100は特に関係ない、ただ待機時間が早くなるよと、であとポイントとしては D 角のバフ内容として
アビリティブーストがくっついてる。アビリティブーストで今回優先アビリティの連動がマックスになってるから 1.3 倍乗っかってきます。はい、なんでこの辺もね考えてほしい。 D 角 1.3 倍で属性マークの極化 20% アップしてるよみたいなところです。で一方でじゃあスノーのシンクロ1持って今回使うんですけど、シンクロ1のバフってどうなのっていうと、まずこれシンクロアビ1だね。これがこのアビリティを発動するために威力とクリー率が上がる6回連続の物理攻撃最大4段階プラス自身のモンクアビリティのダメージを一旦アップ中、これがくっついてるんだよね。一旦アップ中なのでもちろんこのシンクロアビリティにもこのバフ乗っかってくる。さらにこの後にシンクロで発動してくる専用アビリティにも乗っかってくる。この辺がポイントで、今回シンクロと D 角併用するんでアビリティブーストに関してももちろん専用アビリティの方に乗っかってきて、でこのシンクロアビリティに関しては倍率は低い 5% 5% 連動 1換算になるので 5% で、で専用アビリティの方は 30% がっつり乗っかってくるということになるんで、まあその辺ですね。違いとしてはだから属性マというのは極化があるかないかで、シンクロの方だとモンクアビのダメージ一旦アップ中が乗っかってくるっていう方、まあ単純に考えればこっちの方が多分火力とっていうか倍率的にはこっちの方が高いと思うんで、モンクアビのダメージ一旦アップ中の方が、なんでそうだね、専用アビリティは正直多分シンクロシンディの方がおそらく出んじゃないかなっていう。ただシンクロアビの火力が低いからっていうところだね。そこが明暗を分けるところなんじゃないかなとは思ってます。はい、まあ話が長くなりましたが、まあ実際に動画見てもらった方が早いわ。はい、で装備に関してはこんな感じです。はい、で、専用アビにオメガドライブでマテリア、はい、これね今回ねこれ持ってなかったんですよ。氷属性のダメージアップ中のレジェマテなかったんで、フェススタンプでもう交換してきたそうドリセルの来月のドリセル入るかもしれないけど、でレコマテモンクアビのダメージアップ台どうせ交換するも特にないしねっていうことでゲットしてきました。でスコール、はい、こんな感じです。でスコールもあえて分かりやすいようにスコールにしました。相方これスコールのダメージ感とも比べてほしいと思う。その単純に究極神器を持ってないキャラとしてのね立ち位置ってところで見てほしいなと思う。でスコールもあえて構成一緒、戦技と D 角シンクロっていうパターンで、また分かりやすいところでシンクロ1にしましたね。これ自身の魔法剣アビのダメージ一旦中くっついてるシンクロ、これまあバハムート霊式戦でも活躍してくれましたが、でこれでねこの動画見ることによってスノー自身の比較にもなるし、スコールとスノーどっちが強いのっていう比較にもなってくると思うんで、これ明確に出ます。強さがどっちが強いか今回の動画ではっきりします。はい、でレジマタに関してもまあこんな感じだね。はい、で今回追撃系のレジマタあえて外してるからね、分かりやすいようにね外してます。あとラグナ、はい、こんな感じです。で今回専用日結局使わなかったな。これ今ただ持たせてるだけだけどフロストオファーしか使いませんでした。で戦技チェイン、D 角のみでした。シンクロも別に LB チェーンも使わなかったね。でレジマテこんな感じ。はい、でウララ今回なんか英雄陣に装備しなかったなまあ別にあってもなくてもって感じなんだけどね。はい、戦技シンクロ D 角ということでした。はい、こんな感じ。あとクイナ、はい、まあもう今回はこれだけだね。星6戦技あえて防御魔法精神デバフは使いませんのでこれだけで勝負ということです。はい、で、あと、バハムト、霊式、魔石だね、後継オーディン、バルファーレ、シバー、バファームト、カイということで、実際にやっていこうと思います。で、今回、動画2つ並べる都合上ね、僕の後実況になると思うんで、その辺はね、ご了承いただきたいなと思います。ということで、参る。はい、ということで、ついに始まってしまいました。後実況ライムです。はい、ということで今これ完全にねナレーションスタイルなんですよ。常に最初にあらかじめ録画しておいた、動画に合わせて僕がナレーションしてるっていう珍しいパターンになってるんですが、どうでしょうね。これは一応ウェイト実況でやっているということなので、ちょっとね若干行動のズレはあるかもしれないけど、ほぼ同じ立ち回りにしてあるので、
ちょっと LB チェイン使うタイミング間違えちゃったかなっていうのがあったんだけど、ね、まあここまで完全シンクロしてるよね。すごいよね。一緒でしょ。ほら、すごい。まあ別にこれ同期しようがしまいが、結局あのクリアタイムとかねちゃんと出るし、ダメージもちゃんと見れると思うんで、わざわざね完全にこの行動自体を同期させるっていうか必要は特にないんですけど、まあまあまあ見栄え的にもね一応こういう感じにやってみましたよということです。はい。で、まあ今回のポイントは、まあ先ほどのね、まあでも言いましたが、やっぱり究極審議本当に強いのかどうかっていうところ、まず、はい。一応、なんかやっぱり、星8のリアリティになったっていうだけで、もう今までのやっぱ、なんだろうな、D 角とか、シンクロが、もう使えない存在になってしまったんじゃないかとかね、思ってる方がやっぱり多いんですよ。まあ、当然だよね。普通のソシャゲとかで言えば、まあ、いわゆる、なんだろうな、上位互換とか、みたいな存在に感じてしまうのは、まあ、無理もないんですけど、FFRK のね、このシステム上というか、別に、なんだろう、新しいものが出たからといって、過去のね、D 角とかシンクロが、まあ、その、要は、使えなくなるとか、死んでしまったってことはないじゃないですか、別に。今、D 角とかシンクロとかメインの時代だったけど、覚醒って全然使ってたしね、使ってるじゃないですか、皆さんも多分、きっと。使ってると思うんですよ。で、それは別に無課金の人だから、覚醒しかないから覚醒使うみたいな意味じゃなくてね、別にその僕も皆さんご存知の通り、まあある程度課金してるユーザーで、必殺技もそれなりに持ってるわけですよ。 D 角もシンクロも覚醒もね、新余裕を持ってる、 LBOF も持ってるみたいな状況だけど、覚醒は全然使うからね、別になんかもう D 角とシンクロ全部揃ってるからね、あの覚醒わざわざ使わないでしょっていうわけじゃ全然ないので、このゲーム結局要は覚醒でしかできないこと、シンクロでしかできないこと、 D 角でしかできないことみたいのがあのちゃんと差別化されてるゲームなので、まあ一部の本当の一部ね、本当に一部もうほぼ上位互換じゃねえかみたいな存在のものは正直あるよ。例えば初期覚醒のね、例えば、まあ、今回のあの爆別第1弾に入ってるようなティファーのね、第一覚醒、ティファの第一覚醒と、あと D 角、比較すると、ほぼ D 角が上位互換みたいな感じになってるけど、まあ、中にはね、例えばファリスの、FF5 のファリスの覚醒2とか、あれフルバフくっついていたりとか、5シリーズの生存人数に応じて追加効果で、あの4人以上揃ってるとね、あのダメージアップ中になるとかね、そういったことがくっついていたりするので、そう、それなんかもう覚醒でしかできないことだから、もう絶対にその D 角でもできない、シンクロでもできない、それから究極審議でもねできないっていうことになるので、やっぱり必要なんですよ、昔の必殺技で。まあまだファリスのその D じゃない、究極審議出てないけど、多分属性デバフってできないよね。ファリスが属性デバフできるのってシンクロだけなんですよね。シンクロ1だけだと思うので、そう考えると別に究極審議出たからといって絶対全員全部が全部その究極審議だけで済ませることは多分できないし、立ち回り上究極審議よりこれシンクロ使った方が強いよねっていう場面は全然出てくるだよね。結果今回のこの動画の結果いかんに関わらずね、仮に今回の動画でねその究極審議と D 角併用したパターンの方が火力としては出るかもしれないねってなったとしてもってことなんですよ。結局シンクロの特殊交換目当てで、あのシンクロ使った方がまあいいよねこの場合には、この敵に対してはみたいな部分が出てくると思うので、まあ解説動画でも結局結論として言ったんですけど、やっぱり使い分け結局だと思うんで、そのまあ手放しでね、もう星8のリアリティの装備出たからもう手放しでその究極主義の方がもう絶対強いじゃん、ぶっ壊れじゃんみたいな思ってる方はそうじゃないので、このゲームそこはね安心していいと思う別に。で今までのあのクリダン、まあ、セーファセフィロスとかバファムート霊式とかね、まあ強キャラっていうかめちゃめちゃ強い敵が出てきてるわけですけど、少なくとも現状でその究極審議がなくても全て倒してこれてるわけですから、そうなんで、まあ本当に第3の選択肢、今メインの必殺として D 角と、まあ、シンクロがある環境の中で、まあプラス1個追加されたので、逆に言うと当たりが増えたっていう感覚じゃないかなで僕は思ってる。
単純にシンクロみたいな使い方もできるし、覚醒みたいな使い方もできるっていうタイプのね、まあ、面白い感じの内容になってるから、そう、逆にちょっと無課金勢の方にとっては追い風というかね、要はね、本当にガチャも合わせば何かしら入ってるわけじゃないですか。あのシンクロも究極資源も D 角も爆S第一なのか3種類とも入ってるからね。そう、だからどれ使ってもほぼ当たりみたいな状況なのって逆にいいよね。すごいいいと思う。ガチャのラインナップの中の当たり率が増えたっていうか、そんな感じがしてる。まあっていうかどうでもいい。あ、こっからよ。フェーズ3入った。こっからのダメージを見てほしい。まずスコール、これ1万8000出たよね。これスコールは右も左もダメージ一緒だからね、多分。そうだね、ほらほら、一緒。そう、ダメージ、最初のダメージアップ中で1万4000で、ダメージアップ中乗っかってくると1万9000みたいなことです。そう、スコールはね、この感じなんだよね。で、ここほらほら、ダメージ差出てるでしょ。スノー、ほら、これシンクロアビと右が1000アビだね。究極資源のっか、フロストプロ海外2万9000くらい。ただシンクロアビが、シンクロアビの、モンクアビのダメージアップ中が乗っかった状態の1000アビリティだと2万9999出るんですよ。この差だと思う。属性マトリ極化はやっぱり 20% っていうところで、ダメージ、モンクアビのダメージアップ中多分倍率 1.3 倍なのかな、っていうところで、ちょっとここ差出んだけど、結局でもシンクロアビが2万2000しか出てないから、一発あたり。この差で、ね、今の現状を見てもらうと、その、究極シンギルと D 角併用のフロストブロー下位の方が、火力感としては高い。やっぱり。うん。まあ、これはしょうがないかな。やっぱこっちの方が出るんだなっていうところだね。はい。でスコールは連続剣の部分だけ2万9000っていう感じだね。はい、スノーさんがシンクラビ、左ね、左が2万2000ぐらい、約2万2000、3000ぐらい出てる中って感じだね。一方で右はフロストブロー界で、これもう3万1000出てるわ。これ多分あれだね、なんでちょっとダメージちょっと増えたねってなるのは、これライズパワーのおかげな、HP 回復したから。HP 回復したからちょっとダメージ上がりましたけど。でもね、こうして比較するとあれだね。ちゃんと見るとさ、ライズパワーの効果結構影響してるなってのも、あれだよね。改めて思うよね。ライズパワー重要だなって思う。最初のね、攻撃だって2万9000ぐらいしか出てなかったわけじゃないですか。これ結構ライズパワー重要だね。そう考えてみるとね。ダメージ2000ぐらい変わってた、一発あたり。ダメージ2000変わるってことは、この D 角と究極審議とかね、併用した場合だと、要は2000ずつ変わるから、だいぶ攻撃回数、こうやってくれるね、6×24 回か、24×2000 だから、4万8000ぐらい変わってきちゃうのか。ライズパワーの HP の影響でね。すげえ変わってくんな。で、結局結論なんですよ。はい。結論としては、まあこんな感じに、まあなってます。まあ今の動画見てもらった通りですね、もうなんとなく薄々皆さん気づいてるでしょうけど、結果究極審議と D 角の併用が最も火力が出る組み合わせということになりました。なのでコーナーダンジョンの30秒切りとか狙っていきたい方に関しては、単純にもう究極審議と D 角併用してガシガシ殴っていくパターンが、まあ最良だねっていう結果になっちゃいましたね。はい。ただ、まあ先ほども言った通りですね、シンクロにしかできない特殊効果っていうのもキャラによってはあるわけだよね。スノーに関してはそんなに、その特殊効果、シンクロ自体に特殊効果がないんで、別に、こっちのね、究極資源の D 角一本で別にいいとは思うんだけど、そのフルバフがくっついてるタイプとか、あるいは、まあ今回の爆S第一弾のセシルのね、第二シンクロとかみたいな、ATB 蓄積時間3回なしにするっていうタイプのキャラいるじゃないですか。あとレッド13とかレムとかみたいなシンク、あとロックかみたいな感じで、もう無条件で一定時間 ATB 蓄積時間短縮みたいなキャラ、あとティーラとかね、ああいったキャラの場合だと、そっちもねちょっと使ってみないとわかんないんだけど、場合によっては全然、多分これぐらいのダメージ感だったらもうシンクロと D 角併用した方が火力出るよねってでなると思う。多分逆転すると思う。まあもちろん敵の硬さとかね、その時の状況にも当然よりけりなんだけど、多分そうだね。なんで
まあ、結局さっきも言った通り、全部が全部究極真偽で全ての必殺が過去になるとかっていうわけでは全然ないんだよね、結局ね。なので、あの、皆さんその辺も踏まえてですね、第3の選択肢として、あの、究極真偽をね、使っていただきたいなって思ってます。別に究極真偽出てからって他の必殺が外れっていうわけでは全くないので、今後も全ての、ね、究極真偽を含めて必殺で戦っていくということです。で、あともう一つね、まあおまけなんだけど、一応スコールと、分かりやすく今回スコールとね、スノーで比較しました。で、まあスコールが今回シンクロと D 学併用して使ったっていうことなんですけど、火力感で言えばもうそもそもスノーのシンクロと D 学併用したパターンにさえ勝ててないので、もう スノーの方が強いんだねってことが分かったね、今回そもそもがね。その上で今回究極真偽と D 学組み合わせた方がね、火力感としても圧倒的に強かったので、はい、まあ今後ね、スノーとスコール、あの、両方揃っててどっち使えばいいんだろうって皆さん考えた時はスノーを使ってあげてくださいこれはこれでまた有意義になったんじゃないかな。あの、氷属性の最強キャラランキングに確実にスノーより強いっていうことが言えるようになったので、これはでかいと思うね。はい、という感じで、はい。で、まぁ、今回ね、銀竜、難易度650で使いましたが、おそらく、エレメンタルバリア、これ、防御魔法精神バフ、乗っかってる状態と、多分、バハムート霊式の、氷属性弱点の防御、ほぼ変わんないぐらいだと思うんで、さすがに、これぐらいだと思うんですよ。なので、まぁ、参考になったんじゃないかなと思います。で、またね、他のキャラ、聖セシルだったり、ティファのね、究極真偽使ってみた動画もちょっとやってみようかなと思うので、ご興味ある方はぜひそちらもよろしくお願いします。といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。